あ、これ一回外に出ないけどね。そこ行ってきます。ちょっと売店は外にあるので、この延長円内から売店には行けれないようです。一旦外出ます。外チケットがあればね、何度でも OK ということで。これ左側道の駅延長園です。延長園はやけどちょっと腹減ったですから、老龍湯っていうのかな、中国の土産売ってるようですね。中国の見え買ってもね、どうかと思いますけど。楊貴妃の宝石箱だって。こちらのお土産屋さんで。楊貴妃の宝石箱っていうのを買ってみました。400円、ちなみに入場料は500円でこちらは400円。一旦外で出ないと買えませんけど、再入場できるんですけど。これマンゴーソフトと普通のソフトがミックスになってて、下にはなんかジェリーが入ってる。そうなんやが、はい、園内ね、雑技ショーの3時から見てまいりました。まあ、撮影禁止ということなんで、見るだけ3品目ですかね。このコマですね、コマとあと変顔ですね、瞬時に顔の姿がお面が変わるというね、あとボールを使った遊びということで、3つの演目見てまいりました。1日3回やってるようですね。はい、9時、1時、3時だったかな、なんかそういう感じでやっております。なかなか中国の雑技この目で見ることがほぼないと思いますので、延長園来た際にはね、ぜひせっかくですからね、見て帰られたらいいかなと思います。はい、いいとこでね、久しぶりにこの延長園来ました。再入場も可能ですんでね、園内食べるとこありませんので、外で食べることをしてしまいます。
ニコの体験会が終わっちゃってる。ニコもありません。持って帰りました。10円だっておめくりがあります。ドン、ドラが鳴ったります。はい、これも入ったところですね。ここであの2個の体験とかねできます。もう全体やっ、帰りはやってなかったですけどね。はい、ところで延長園です。久しぶりに来ましたね。車椅子でもなんか見れますのでね、利用してあります。はい、延長園に行ってまいりました。この道の駅延長園です。こっちから登って行けるのかな、多分こう歩いて行ってみましょう。道路を橋が渡れると思いますけど、左側道の駅延長園です。ここね、渡ってますね、人がね、渡れるようです。陸橋、なかなかこんなとこ渡る機会はないかな。エレベーターもあります。あえてこの歩いて行ってみます。滑り止めがありますので、だいぶ滑らないと思います。だから道路、
はい、ではちょっと中は撮影止めておきます。あ、ここにはこんなのもある。牛ごすラーメンセットもあります。